ホセア書第11章。私はイスラエルの幼い時これを愛した。私は我が子をエジプトから呼び出した。私が呼ばわるに従って彼らはいよいよ私から遠ざかり、もろもろのバールに犠牲を捧げ、刻んだ像に香を焚いた。私はエフライムに歩むことを教え、彼らを私の腕に抱いた。しかし彼らは私に癒されたことを知らなかった。私は憐れみの綱、すなわち愛の紐で彼らを導いた。私は彼らに対しては顎からくびきを外す者のようになり、かがんで彼らに食物を与えた。彼らはエジプトの地に帰り、アッスリア人が彼らの王となる。彼らが私に帰ることを拒んだからである。剣はその諸々の町に荒れ狂い、その門の菅の木を砕き、その城の中に彼らを滅ぼす。我が民は私から背き去ろうとしている。それゆえ彼らはくびきをかけられ、これを覗きうる者は一人もない。エフライムよ、どうしてあなたを捨てることができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを渡すことができようか。どうしてあなたをアデマのようにすることができようか。どうしてあなたをゼボイムのように扱うことができようか。私の心は私のうちに変わり、私の憐れみはことごとく燃え起こっている。私は私の激しい怒りを表さない。私は再びエフライムを滅ぼさない。私は神であって人ではなく、あなたのうちにいる聖なるものだからである。私は滅ぼすために望むことをしない。彼らは主に従って歩む。主は獅子の吠えるように声を出される。主が声を出されると子らはおののきつつ西から来る。彼らはエジプトから鳥のように、アッスリアの地から鳩のように急いで来る。私は彼らをその家に帰らせると主は言われる。エフライムは偽りを持って私を囲み、イスラエルの家は欺きを持って私を囲んだ。しかしユダはなお神に知られ、聖なる者に向かって真実である。